皆さん、こんにちは。天海玄一郎です。本日、この動画はですね、えー、私あの、楽天証券当支ルでですね、えー、月の後半に今月の10万円株というですね、原稿をですね、書かせていただいてるんですが、この5月24日に10万円で投資できる日程 経営平均採用バリュー株波乱通貨を見据えたおしめ買いが有効という新しい記事が公開されているんですね、えー。それに沿ったお話をしていきたいと思うんですが、えー、この10万円株、えーね、これ何なのという、まあ、大体想像はつくと思うんですが10万円以内で投資できる銘柄というものですね。で 10万円以内で投資できるということは、100株単位ということを前提にいたしますと、1000円以下の銘柄ということですね。えー、今の、えー、東京市場の中では、その多くは低位株という、客観的に株価が安い、そういう銘柄ということだと理解してください。そして今の私 安いというふうに申し上げましたが、それは割安であるかどうかというのとは、またちょっと意味が違うときもある、えー。つまりですね、正反対のお話をいたしますと、何万円もするような銘柄ありますね。値傘株というものですが、それがじゃあ必ず割高なのかということにもならないですよね。さらに 株価が上がることもありますその逆サイドに位置しているのがこの10万円株低株なんですがそれは客観的に安いから必ずこの後上がるんだというふうには思わない方がいいですね株式市場で買われる銘柄というのはその材料であったりその時の市場の流れ流れですねこれ多くは 投資家がどのような投資行動を取るのかという意味ですけどもそれに添うか添わないかというお話だというふうに考えていただければと思います10万円で投資できる銘柄株価が1000円以下の銘柄というのは、えー、何しろ今東京市場というのは、ね、何年も前と比べますとほとんどの銘柄の株価は高くなっていますからその意味では 10万円株は減ってるんですそういういことになるんですよねあの,この間まで800円だったのに今1100円になっちゃったと言いますとねもうこれ10万円株じゃなくなってしまいますからね、えー、そういう意味ではそれほど多いわけではないんですが10万円以下で個人投資家にとっては手がけやすい銘柄。 そして、その中でよりチャンスを含んでいる銘柄ということをですね、その当汁の10万円株という原稿で私は書いてるんですね。で、今回、それに関連する動画なんですが、えー、実はですね、その1か月前に書いた原稿、これがですね、4月26日に公開された記事なんですが、 10万円で買える割安株の代表選手、鉄鋼関連株株式投資の極意も伝授というですね、すごいタイトルの原稿だったんですが、その時ですね、えー、取り上げた銘柄、鉄鋼関連株がどういう動きになったのかということをちょっと紹介してみます。はい、えー、これなんですが、まあ、神戸製鋼所からですね、 中山製工賞、三菱製工、東京製工、まあ、ここまでは、えー、鉄鋼株ですね。そしてまあその関連する日本公衆派工業というのをですね、4月の26日に公開された記事で取り上げたんですが、その後ね、スルスルスルと株価が上げていったんですよね。特にこの神戸製工賞を見ていただきますと、759円だったものが、 えね、4月26日から5月11日で928円になっちゃったと、えーねあのー、この時期はですね非常に鉄鋼株が買われておりまして、こういうふうにスルスルスルっと上がっていった時なんですね。この鉄鋼株というのは、えー、10万円で買える銘柄であってもなくても、株式市場の中では割安株、えー、バリュー株と言われているものなんですが。 あのちなみにこれあのほらこれを取り上げてこんなに上がってすごいでしょとこう自慢してるんじゃないですよあの上がってよかったなっていうのはもちろんあるわけですがそれをではなく、えー、その後見ていただきますとねどうですかちょうどその高値つけて以降ねストーンと落ちていったような格好になっちゃったんですね。 さあこれはまあもちろんあの上がったものはリグわれて下がるそしてもその下がる度合いというのも常に一定ではないわけなんですがこの鉄鋼株が売られていった時というのはどういった時だったかというのを思い出していただきたいんです。5月の日日日から13日にからににけて日経平均が一気に 2000円も下ががる波乱局面がありましたよねその時にこの鉄鋼株、株バリュー株も売られましたえその他の他銘柄ももちろん売られたんですがこの鉄鋼株に関してはその前段では相場のちょっとした波乱でもびくともしなかったので、うん、ちょっとこれは相場の局面が変わったのではないだろうかなと考えた投資家も多いと思います。 えー、この5月11日から13日までの波乱というのは、一体どういうことだったんでしょうか、これを少し反芻しないといけないと思いますね。さまざまな、えー、見方、分析があるのは事実ですが、ここでは私がこうだろうと思っていることについて申し上げます。えー、日本市場の前の時間帯、えー、5月10日のアメリカ時間でのナスダック指数。 これが2.5%下落したところから波乱が始まったというふうに認識しておりますが、では、そのナスダック指数がなぜ下落したのかということにつきまして、えー、実は台湾のファウンドリー大手、世界最大手の企業ですね、ファウンドリーというのは、半導体の受託製造する企業なんですが、 この世界最大手であります TSMC の月次売上高の発表で、4月の月次売上が過去最高を更新したものの、3月よりは13.8%減少したというところで、その減少が想定されていなかった、予想されていなかったことから、 もしかしたらここまで拡大してきた半導体市場が頭打ちになるのではないかなという見方が広がったんですね。そそうなんです。それを受けてて日経平均も下落ししいきました。かつ同じ時にアメリカのインフレを示すような指数が出てきたことも非常に悪いタイミングだったと思います。 でさらに、今度、その台湾に目が向く中で、台湾でのコロナの感染が若干ではあるんですが、拡大しているんではないかという報道がされていったんですね。のご存知のように、台湾、この地域はコロナの優等生でしたよね。早い時期にコロナの感染を抑え込んだということで、認識が。 あったと思いますその中で、ほんの100人、200人のレベルではあったんですが、感染者が出てきたことで、この台湾の動き、国そのものの動き、そしてこの台湾の主要な産業であります、半導体、ここに不安が走り、東京市場でも大きな下落となっていったんですね。 えー、では、資料でですねその時の主に TSMC の動き、見ていきたいと思います。はい、これですね。えー、TSMC というのは、ですね、えー、少し前までは日本では台湾セミコンダクター、台湾セミコンとかいう言い方されてました。これはの6ヶ月冷やしのチャート そして直近のところではもちろん下げて揉み合ってるわけですが、よく見ますと、2月の中旬あたりから、この TSMC の株価には変調が起こっていたことが分かると思います。そうですね。これは、あのー、日頃、皆さんがこの TSMC のニューヨーク市場に上場されているこの株価、 見られてるかどうかっていうのは不明ですけども、でも、どうでしょう、日本でもこの2月の中旬あたりから、ちょっとグロース株というものには変調があったかもしれませんね。あのその隣に半導体製造装置の東京エレクトロンの 同じ6か月の冷やしのチャートがあってここだけを見ますといや大したことないじゃないかというふうに思われるかもしれないんですけどもあのこのチャートより前の時期において東京エレクトロンはもっと上昇してたんですね。それと東京エレクトロンと TSMC は同じようで違うんですね。半導体のの自宅製造してているのが TSMC であって東京エレクトロンは 製造装置の会社なんですねつまり TSMC が設備投資をすることによって東京エレクトロンには大きな恩恵があるというスタイルですのでこの時点において TSMC の方が株価が弱くなったというこの事実の方が半導体市場に不安があるんだというふうに考えることができます TSMC の年次の 投資計画これが引き下げられたわけでもないのでその意味では東京エレクトロン半導体製造装置の企業にそこまで大きな不安が出るわけではないんですね。さあそしてこの半導体を震源とする下落によってバリュー株まで売られたんだというところもう一度、えー、視点を 戻していいたただきたいんですが、はい、そうなりますとですねこの今申し上げた急落というのが一体どういう意味があるんだろうということを考えなければならないと思いますちなみにこの2021年に入っての急落というのは5月11日から13日が 初めてではないんです、えー、実は5回急落局面があるんですねその5回の急落局面を一体どういうものだったんだろうということを検証してみたいと思いますもう一度資料を見ていただきますはい、これなんですが、えー、時期はねその 12345ってありますね。1月28日29。2営業日で970円安がありました。これは主にアメリカが震源地だったんですが、アメリカのビデオゲームの小売大手、ゲームストップ株が乱高下した。そしてこの要因が、非常に陶器的な個人投資家がロビンウッドという無料の 株式投資をできるアプリを経由したものだった、そしてなんとその個人投資家の動きにヘッジファンドが大損失を出すことになったというようなです、ね、非常に市場が混乱した、主には投機的な動きだったんです。その次の2、2月26日を1日で1202円も下げましたが、この時はアメリカの金利が 上昇をしたこと、それに伴う株価の頭打ち懸念というのがあったんです。丸三、3月19日から24日の4営業日で1811円も下げましたが、この時は、えー、日銀のですね金融政策決定会合で、えー、日銀の ETF 買いですね。この スタンスが変更されたことによる下値不安だったんですねあの特に日銀は、えー、ETF 返りをやめますとか言ったわけじゃありませんし、えー、この3月の時点でも株価堅調時に買い入れというのはほとんどしていなかったんですがそれでも下値不安が生じたんですそして4番目4月の20日から21日の2営業日で1176円下げた。 展開ですねこの時はアメリカの EV 大手テスラ株急落に伴う波乱それとその波乱において日銀が ETF 買いを行わなかったことによる失望というものでしたアメリカのテスラ株これもですね名うての投機的な銘柄と言ってもいいと思いますそして5回目は現在の 台湾 TSMC の業績、そこから端を発したものでした。まあ、あのさらにその後にね、えー、仮想通貨が急落したのがありますけど、あれ、仮想通貨急落しましたけど、別にその後の東京市場は下落したわけではないので、あれは株式市場の波乱ではないんですね。従いまして、5回あったんですが、これ見ていきますと、例えばこの1、 ここなどはですね、もう本当に分かりやすい、投機的な動きに、他の投資家も右往左往させられたということですね。はい。これは実は、あの、丸4も似たようなものです。投機的な株の動きにガタガタガタっとさせられたということですね。そして、丸2、これはアメリカの金利上昇に伴う株価頭打ち懸念というんですが、今あの、アメリカの 景気ってものすごい勢いで回復しておりますよね。その中において金利が上昇してくるのはこれは当然のことなんですね。そしてその金利が上昇してきたことによってさらに先を考える投資家も多くてもしかすると FRB による金融緩和これがやめられるんじゃないか閉じられるんじゃないかっていうふうに考えているんですがまあそれだとその 今のレベルではなく金利が上昇していって、そのギャップを受けて FRB が動かざるを得なくなるという状況が現れないとダメだと思うんですが、えー、そこまで金利って上昇してないんですよね。ただ、ある時期よりは上昇したので、これ、懸念となったということですね。それも後継期が見えているときの話だということですね。で 日銀による ETF 買い入スタンスの変更というのは、確かに下値不安ということになるんですが、あのー、そもそも論として、日銀というのはその株価を買い上げるような存在ではありませんよね。そうですよね。ですので、しかもですね、あのー、日銀がすでにあの保有している ETF を売りますよっていう話もないんですよね。従いまして、そこまでの不安なのかということがありますけどもね。 そしてまあ、こういうふうに考えていって、これらの不安が、その後もずっと継続していくんだというのでありますと、問題なんですが、どうでしょうかどう思われますかそこまで長く続いておりますでしょうかもし、長く続いているのなら、急落をはい5回だとか、4回だとか、数えることができないんですよね。 そして、これは必ず申し上げておきたいんですが、株価にとって最大の悪い要因、株価の下落を伴うものというのは、不況入りのはずなんですよね。不況、景気が悪くなる、リセッションですよね。その時というのは、確かに株価が長い期間にわたって下落をしていったとしても、 いやだけど不思議じじゃない感じですよねそうでは今はそうなのだろうかうん多分違うよなというふうに多くの方が考えてるんじゃないかと思いますさあそういたしますと一旦売られた株価は どこかの時点でまた物色の方向性の変化によって戻ってくるのではないかそういたしますとここ投資家のセンスとして重要なんですがその売られたところが自分たちが買うポイントとして一番有利なとこになるんじゃないかという話なんですねそうなんですえー、実は 半導体関連株にしても少し戻してきてるんですよね。で、その戻してきてる時に一番早く利益を得る投資家というのはその前段の売られた安いところを押し目買いを行った投資家なんですよね。今、バリュー株が少し難聴になっております。しかし、株式市場を取り巻く環境がそれほど大きく 変化したのかというと、さあ、そこまでではないなという思いもあるんです。また、日本においては、これまで使われていたコロナワクチン、ファイザー社のものだけでなく、モデルナ社、アストラゼネカ社のものも特例承認され、そして、モデルナ社のワクチンはもう早期に使用されるということになっております。さあ、 ワクチンの接種が進んでいった時の日本、日本企業、東京市場の様子はどうなっていくんだろうか、明るいんだろうか、暗いんだろうかということをみんなで考えたいな、こういうふうに思っております。その上で今回、私は日経平均に採用されている数少ない1000円以下。 10万円株の中から、この株式市場において、もう一度物色がされるのではなかろうかというような銘柄を記事でピックアップしております。ぜひ記事はお読みください。銘柄、名前言いますけども、記事を必ずご覧いただきたいと思います。私が 記事の中で取り上げた5銘柄は、住友科学4005、コニカミノルタ4902、日本板ガラス5202、神戸製鋼所、さっきも出てきたやつですね、5406、そして三菱自動車工業7211です、えー。記事の中で、 書こうかな、どうしようかなと思って、瞬巡した銘柄、記事に書いてませんが、ここで申し上げると、ベアリング大手3社の一角を占めます NT、NTN6472 ですね、はい。こうした、バリュー株で10万円で投資できる銘柄、この反転タイミングというのを探っていきたいなというふうに 考えております。